はい、こんにちは。えー、田中みやびです。えー、私ですね、フリーランスで、構、え、成、ー、作家、えー、リサーチャー、ライター、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルではですね、私が普段思ったことであるとか、普段面接したニュースから、えー、感じたことなどを共有していただければ、共有させていただければなと思っています。えー、っとですね、本日の、えー、取り上げるトピックは、えー、ビジネス書 ビジネス書を読んでも、えー、あまり成果が出ない理由ということについて、えー、語らせていただければなと、えー、思っています。あの古、ー、今東西、えー、いろんなビジネス書が出てましてでまあ年によってはすごいベストセラーになるようなものって、えー、出てると思うんですけれども、えー、例えばまあビジネスのビジネス系のインフルエンサーさんが書いた本であるとか まあえー、そうですね折々にしていろんな、えー、本が出てまして、えー、私も何冊か、まあ、毎年必ずビジネス書は、えー、読んでるんですけれども何冊か、えー、ただですねあのー、実際にそれが役立ったかっていうとまあ自分の経験上では果たしてそうとも言い切れないなっていう部分が、えー、たくさんありま あるんですよねおそらくその皆さんも、えー、同じように思った方っていっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですけどいかがでしょうかあのーまあ、いろんなビジネス書、えー、冒頭で申し上げたように私も読んできたんですけどなんていうかそのあまりその実際のビジネス上に 採用できた事例っていうのはそこまで多くなくてあのまあそういえばこう仕事をうまくスムーズにやる上での、えー、考え方というかまあそのこういうふうに考えればいいとか、えー、こういうやり方まあっていうなんか哲学というか考え方あの合理的な考え方の部分っていうのは一定の 思考整理には役立ったと思うんですけど、うん、っていうなら役立っているのかもしれないんですがあのそれを実際にそのビジネスの、えー、やっていく上でえ僕はあのライターとかやってるんですけどボトル申し上げたその仕事とかをしていく上で、あのー、このそれがそのまま当てはまったっていう事例は、えー、ほ,どほぼないなと思っているんです。 えー、なんでこういうことが起きちゃうのかなって、えー、僕ふと思ったんですけど、えー、それってひとえにあの以前、えー、人間も社会も全て感情で動いているっていうお話をさせていただいたことあると思うんですけれどもまさにこれなんじゃないかなと思ってるんですよねその原因って、えー、ビジネス書を読んでもうまくいかなくなる原因ってまあまずビジネス書って書いてあることが結構 えー、どあのー、似てることを違う表現で違う著者が言い換えてるだけのような <laughs> 気がしていてまあなのでそのまあ言ってしまえばビジネス書っとなんていうか、えー、論理であるとか、えー、合理的であるとかそういったものの究極形態のような、えー、感じがするんですよね。ただ 申し上げたように、あのー、人もう人ってものすごく感情に左右される生き物でむしろその重要な自己決定とか、えーまあ、国家レベルの政策決定とかでもまあ感情で決められているっていうことの方が多いと思うんです。なのでその論理、まあ、要するに非合理なんですよ。えー、社会の動き方とか 人間の動き方ってなのでそこに対してその合理っていうものを合理の極地であるビジネス本のやり方を例えば誰かが読んで,でそれを採用しようとしたところで自分はそれを採用できたとしても周りはそれをその合理がわからないというか採用してないので、まあ、採用してる人がいるんだとしたら それでいけるのかもしれないですけど、そのパターンっていうのはごくごく少ないし、そもそも読んだ人自身が、その、この合理的なやり方をしようっていうのが、その、しようっていう、お、っていうのを、えー、周りに押し付けようとすると、それは感情的な行為なんですよね。ちょっと、何言ってるかわからないかもしれないですけども、それはあの、僕がその感情、人は感情で生きているみたいな。 感情をハックするっていうような動画で取り上げたことをご覧いただきたいと思うんですけれども、つまりその何をしようとしても結構人間って感情に支配されちゃうと思うんで、その合理的に動こうとするのも、自分だけは自分だけ動くんだったらまだしも、人にそれをやらせようとするとそれは感情的な行為になっちゃうし、でまあその場も雰囲気も全部感情とかで支配されちゃってるんで、なのでそのビジネス書一朝一夕にそのやり方が で動くってわけにはいいかないと思うんですよもしその通りに全部動いてたとしたらその倒産する会社ってないと思うしあの格差って絶対生じないと思うんですね。貧乏な人とか金、えーえー、持ちな人とか生まれないしそもそも人間がそんなみんな、えー、個性的に、えー、みんな個性あふれる世界になってないと思うしあの犯罪とかもそもそも起きないと思うんですだってみんなが合理的な判断するんだから。 えー、犯罪とかも絶対起きないし、えー、まあ社会からあぶれるとか、えー、こぼれるみたいな人も絶対出てこないはずなんで、まあ、それがそのままみんな読んでるんだとしたらえっ、ー、とまあつまり合理的に動いてるんだとしたらそうなんですけどただそれは、えー、動いてないからそのビジネス書で書いてあることっていうのはあくまでその一個人の。 成功手法としては役立つかもしれないんですけどそれを社会全体とかビジネス全体とかに当てはめようとすると、まあ、ビジネスって絶対他人が介在してくることなんでその自分だけの合理っていうので、えー、論理とかっていうので必ずしも進めることっていうのはできないからっていうんでやっぱりその、まあ、ビジネス書って大方読んでも役に立たないっていうのがあるんじゃないかなと僕個人は思うんです。まああの ビジネス書に書いてある習慣っていうのを続けられないっていう、えー、場合もあると思うんですけれども、まあ、その続ける続けないにしたってそれはその書いた著者があくまで自分はこうもう自分のやり方だからっていうことなんでその自分のやその著者のやり方があなたに役立つかあなたにとって採用あなたができるかどうかっていうのはまた別の話なんで。 そのだって能力も、えー、外見も性格も全部違うわけなんでそのこの通りにやればうまくいくっていう方式はまあ一定の法則性はあるのかもしれないんですけれどもそれがそのまま全てに万人に当てはまるかっていうと、えー、違うと思うし、えー、まあそのよくそのビジネスインフルエンサーさんで俺のやり方を、えー、模倣する模倣しろみたいなことを言ってくる人言ってる人。 アレンジを入れるななみたいな、まあ、それは一面において正しいのかもしれないんですけどそれはその人のやり方であってその、えー、相手は違うわけだから僕は正直その,、まあ、そのまま模倣するよりかは、えー、その人に合ったやり方っていうのをまあその人に合ったやり方っていうのを最終的には開発していかないといけないし、えー、模倣するにしても 模倣できない部分ってあると思うんもそうですねでそういう世の中であのまあビジネス書をまああんまり読んでも役に立たない役に立つものもありました、えー、個人的にはそのこれビジネス書って言えるかもしれないけど言えるか分かんないですけどファクトフルネスとか、えー、結構すごい役に立ったなと思うしあとハードシングスってやつですかね あの「ハード・シングス」とかっていうのは「あのハード・シングス」って本はその法則性みたいなこうやれば成功するみたいな言い方って書いてなくてビジネスは辛いものですと人間関係とかいろいろたくさん辛いことがありますその中でも、えー、地道に取り組んでみたいなことを延々と、えー、別の言い方で語ってるんですけれどもそれは本当になんかすごい納得できる内容だなと思ったんですねあとファクトフルネス これビジネス書か分かりませんが申し上げたいこの2冊は結構その現状理解というか世界の趨勢というかそういうのを理解するのに役立ちました、えー、それは置いといてあのーまあ、どうするかってことなんですよねそのビジネス書があまり役に立たないとしたら、まあ、別に読んでもいいと思うんです、えー、自己啓発的な意味はあると思うんで読んでもいいと思うんですけどただその まあさっき感情で生きているって言ったじゃないですか。多分、重要な要素って、フィクションにあるんじゃないかなと思うんですよね。フィクション。つまり、小説とか、漫画漫画は僕あんま読まないんで、あんまりここで語れないんですけど、小説かなうん。僕だ、言えるんだとしたら。僕、純文学小説とか読むの好きなんですけど、そこに書いてあることっていうのは、 やっぱりその人間の業であるとかこうした方がいいんだけどこう動いちゃう最近僕あのノートで書かせていただいた小田作太郎さん小田作之助さんでごめんなさい申し訳訳ありませんでした個人の方えっとえ小田作之助の「夫婦全財っていう本を読みましてまあ夫婦全財以外にもいろんな作品載ってるんですけどそのえ著書は。 えまあえー、夫婦前罪であるとかその表題作の夫婦前罪であるとか「六白金星」ちょっと分かんない、えー、読み方が、えー、とあとは「世相」とか、えー、小田作之助さんって西の太宰治さんみたいな大阪にいる太宰大阪版の太宰治みたいな立ち位置で。 まあ、その、どうしようもない人間の姿、なんか、没落していく人間の姿だら、堕落していく人間みたいなことを描いてるんですよ。仕事がうまくいかなくって、何をやっても続かなくって、酒に溺れてとか、お金が失ってとか。それはちょっと、あの、ダサイオサムよりよりポップに描いてるんですけれどもね。えー、なんかあ、どうしようもねえな、こいつ、みたいな。ダサイオサムはもう、本当に破滅に向かっていく感じなんですけど、小田坂のスキャバはもう、こいつどうしようもねえけど、憎めねえな、みたいな。 感じの作品の主人公が多いんですけど、やっぱ人間ってそういう部分って絶対あると思うんですよね。あのー、合理的に動かないから、えー。で、そういう人たちがビジネスを行ってるんですよ。えー、そういう人たちが社会に出て、あのー、まあえー、会社で働いていてとか、えー、自営業やっていてとかっていう形になってるんで、それは人、あのー、まあ、非合理性っていうのをちゃんと学ばないといけないと思うんです。 えー、ビジネス書の合理性だけじゃなくてそれが分かるのがやっぱりそのフィクション小説であるとかまあ小田桜之介さん以外にもいっぱいもうそれたらの一例なんであのー、いろんな方が小説書いてると思うんですけれども、えー、まあここ、まあ、夏目漱石であったりとか先に挙げた「太宰治」だったりとか「えー、ヘミングウェイとかだ」だったり「えー、ヒョードルト・トステフスキー」とかもギャンブルギャンブルにハマっていく <laughs> 人の姿あれ彼自身なんでねドストエフスキー自身なんでね あと書いてたりとかえあとはまあそのそうですねそのなんかどうしようもない人間の生き様とかまあ悪に走っていく人間の姿とかもドストエクスキーとか書いてあるんですよねあとまあそのトルストイだったらあの不倫をテーマにした「アンナカレーニナ」とかありますしえまあそう人間ってそういうふうに動いてしまうんですよ。 で、それを理解するってことが重要だと思うんです。ただ、そのビジネス書だけ読んでるんだったら、それは理解できないんで、その理解できないまま走ってっちゃうと、すごい大きなエラーが起きるんじゃないかなと僕思うんですよ。人間関係とかビジネスとか作る上でも。なので、その重要な部分ってむしろそのフィクションにあるんじゃないか。フィクションってみんな軽視しがちですけど、これ嘘っぱちだからとか、実生活に採用できないとか、娯楽だからっていう人いると思うんですけど、確かに娯楽ではあります。 えただ、それを一冊読んだだけでも何の役にも立たないかもしれないんですけど、ただ僕としては結構その、読んでいて、ああ、人間ってこうなんだとか、ああ、僕自身もこういうところあるなって、たくさん思うことができたんで、そうですね、その、それを文字化されてるっていうのはすごい強いと思うんですよね。その感情というか人間の動き、非合理的な動き、感情的に支配されている部分。 そういう部分をちゃんと書いてあるとこっていうところがそのまあフィクションの強さだと思うんですよ文字で読む、えー、小説の。なのでそのもしビジネスとかで成功したいとか、えー、なんかうまくいきたいとか、えー、円滑にもっと、えー、仕事を進められるようになりたいっていう思われるんだったらビジネス本を読むのもいいんですけどただ小説とかも読んでみませんか えー、私は進めたいいなと思っていま,す、えー、まあ小説読むことによってこの、まあ、先ほど申し上げたようにいろんなものの考え方って知りますし、えー、視野も広がりますしあのビジネス書だけ読んでるとこうなっちゃう気がするんでもっと人間の世界って多様だし文化も多様だし考え方も多様だよっていうのをまあフィクションで学んだことでもあるんで。 まあ僕の独断と偏見なんですけれども、まあ、それが僕によって僕はあの、えー、仕事上の関係づくりとかでも役に立ったなって思ったし、えー、ああこういう感情が今この人には働いているんじゃないかっていうふうに、えー、やり取りしてても思うことができて実際その通りだったりとか。 ああ今昔だったらこういうふうに動いちゃうところを今この小説でこの,これをこの心理を知れたから人間の心理を知れたからこう動いたら正解だろうなみたいなことも予測できたりとかそういうこともできるようになったんでそれはビジネス書では全然分からなかったことだから僕的にはその小説っていうのはむしろ皆さんどんどん読んでほしいなと思っていますまあ大変ですけどね読むの読むって言ってもなんで優しい小説から パウル・コエイロとかすごい優しくておすすめなんで、アルケミスト以外にも、アルケミスト有名ですけど、他にも、ピオロドラ川のほとりで私は泣いたであるとか、不倫であるとか、あと忘れた、ブリーダーであるとか、あと僕ほとんど読んだんですよね、パウロコエイロに関しては。そのあたりとか、すごいおすすめだと思います。あとはまあ、そうですね、あの、うん、かばたやすなり、谷座、 純一郎とかも、えー、結構入りやすいんで、えー、読んでみると結構いろんな人間心に知れるんじゃないかなと思っています。ああと三島由紀夫ですね。うん、すぐおすすめです。えー、よければ、えー、皆さんそのお仕事頑張られてる方むしろ小説を読んでいませんかと私は、えー、おすすめしたいと思います。 ありがとうございました。この動画をご覧いただきまして、もしこの動画が良いと思われた方は、高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。